バシーリー・ルキーチ・ドルゴルーコフ公の肖像、バシーリー・ルキーチ・ドルゴルーコフ公は、ロシア帝国の外交官、また大臣として、ピョートル2世の治世後半における、最高権力者の地位にあった人物。生は、ドルゴルーキーとも称する。流陸朝の流れを汲む名門、ドルゴルーコフ家の講師であった。彼は、ピョートル1世の派遣した西洋への最初の、留学生団に加えられた。 1687年から1700年にかけて、パリに滞在していたドルゴルーコフは、主要な西洋の言語数カ国語を取得し、ベルサイユ宮廷の上辺を重視する宣伝を身につけ、また、イエズス会の修道士と交流を通じて、彼らの道徳観に感化されたという。帰国した、彼は外交官庁に所属し、ポーランド・リトアニア共和国への施設を経て、 コペンハーゲン駐在デンマーク講師に着任、フレデリク4世に、スウェーデンオーカール12世との同盟の継続を、やめさせる、よう説得することに成功した。1720年ドルゴルーコフは、ベルサイユに戻り、スウェーデンとの休戦交渉をフランスに頼み、また、ピョートル1世が名乗ろうとしていた、ロシア皇帝の称号を同国に承認させる、外交努力を尽くした。 1727年に、ピョートル2世が即位すると、ドルゴルーコフは、最高枢密院のメンバーに選ばれた。実権を握る名園シコフの失脚を画策して、これに成功すると、幼い皇帝を、自分の重帝、アレクセイの娘であるエカチェリーナと婚約させた。しかし、ピョートル2世はあっけなく急死したため、ドルゴルーコフは、クールラント公妃、アンナイバノブナを擁立し、 彼女に即位に際して、君主権を制約する、条件を飲ませて、区別とすることで、最高数密院によった、大貴族たちの実権を保持させようとした。ところがアンナは、中小貴族たちの支持を背景に、条件を跳ねつけてしまった。1730年4月17日、ドルゴルーコフは、すべての官職と名誉を剥奪されて、 邸宅も奪われて、ソロベツキー修道院に追放された。9年後、ピョートル2世の遺言状から探し出された罪によって、ドルゴルコフは告発され、拷問を受けて1739年11月8日に、ノブゴロドで斬首された。ありがとうございます。